はい、皆さんこんにちは、PD 安田と申します。最近秋もですね、だいぶ涼しくなってきました。物欲の秋となってますけれども、ここ最近ですね、新製品ばかり出てますので、ちょっとこの物欲が抑えられない、今日この頃ではないかなと思います。はい、今回は、紹介するのはこの度夏に発売となったばかりの RME ベビーフェイスプロ、こちらです。はい、今回はこの BD 安田がこのベビーフェイスプロについて、紹介していきたいと思います。はい、まず RME といえば、少数のエンジニアからなるブランドとなっているわけなんですけれども、まずですね、過去にはですね、FireWire800 の端子に対応した世界初のオーディオインターフェース、 FireFace800、 これが誕生してきました。で、続いて、USB 端子にも対応した初のプロ機器オーディオインターフェースとして FireFace UC が登場してきました。で、その後に、こちらですね、その FireFace、 RME の FireFace の技術を搭載して、で、かつコンパクトにしたこの BabyFace というのが登場したわけなんですけれども、で、今回はこの BabyFace の、後継機種に当たる RME BabyFace Pro、 こちらが登場してきました。では、今回はこの BabyFace Pro の3つのポイントを紹介していきたいと思います。はい、それでは、ベイビーフェイスプロの、新しくなった3つのポイントを今回紹介していきたいと思います。まず1つ目になりますけれども、こちら見てわかる通り、こちらの、ボディが、非常に、頑丈になりました。で、対称性も非常に良くなりました。ちょっとですね、こちらの正面がザラザラしているんですけども、まずこの全体的なボディとしては、アルミブロックの削り出しと、で、あと航空機の飛行機とかに使われている塗装技術として、ボールスティールブラストっていうものをですね、当ててまして、非常に傷がつきにくい、こちら塗装になっています。で、続いて、2ポイント目挙げるとするならば、今度は、ですね、電源の安定化ということになるんですけれども、基本的に今こちら、今背面に映ってますこの MacBook Pro で接続バスパワーで駆動していますけれども、で、実際に MacBook Pro でバスパワーで駆動させると、どうしても電源が不安定になってしまうというところになってまして、で、今回 BabyFace Pro に関しましては、こちらの他のパーツ類とかを全部消費電力を見直して、で、入力時 のファンタムの電源を入れても、実際は、ちょっと安定しなくなっても、ちゃんとこう 5V の範囲内で動いてくれるということになり、入力の音質が非常に向上していますというポイントが挙げられます。はい、続いて3ポイント目になるんですけれども、ですね、RME の実体抑制機能としてステディクロックというものがありました。で、今まで FireFace UC、FireFace 400などですね、インターフェースに関してはステディクロックの第一世代が入ったわけなんですけれども、で、今回、ごめんなさい、その後に、RME の FireFace UFX フラグシップモデルがあるんですが、ここから、ステディクロック2になりました。で、なんと今回ですね、新しく出ました RME のベイビーフェイスプロは、こちらはですね、ステディクロック3というものですね、さらに進化した、クロックが入っています。はい、それでは続いて PD 安田が、このベイビーフェイスプロを使って、皆さんに提案する、内容を紹介していきたいと思います。今回、とっても一番こうポイントとなる部分は、この今背景に映ってますこの MacBook Pro でこのデジチェックという機能がついています。これはもう簡単に USB 接続して、で、実際に今これは iPhone の曲の方を鳴らしているわけなんですけども、実際にこのようにですね、実際にレベルがどれぐらいの入力でいくつのレベルが入っていて、で、かつその周波数分布なんかもこう目で見ることが分かりますと。はい、それでは、このデジチェックの、使い方に入りますけれども、まず、クリエーターさんが、実際にスタジオもしくは自宅でアコギの練習とかですね、実際のレコーディングをしたいときに、このトータルミックスを使って、レベルの管理をされると思うんですけれども、で、今回ここにその原因のつまみがついています。で、これを上げると、下げたり上げたりすることでレベルの調整が行えるんですけれども、このメーターだけだと非常に、どれぐらいのレベルが取れているかわからないので、このデジチェックを併用しながら使うと、実際のレベルが今どれぐらい入っているのかっていうのを実際に数値で見ることができます。で、この上の方はピーク値、下は RMS 値、で、こっちの方は普通のメーターという形で見えています。はい、で、続いて最後にですね、実際のライブ現場とかのレコーディングで実際にこうメイン機があるんだけども、サブでこの、ベビーフェイスプロを使うときなんかにも、このデジチェックが使えるわけなんですけども、そういった場合は必ずそのこのトータルミックスは、そんな原因はありないとは思うんですけれども、で、こっちの方でデジチェックを使えば、リアルタイムでこのアナリズですね、この周波数帯域が今どの分布が出ているのか、実際にベースギターなんかのその、入ってるそのどれぐらいのレベルが入っているのかっていうのを細かく
見ることができます。これは実際に簡単に操作することができまして、でこのインプットの、まあこれはベビーフェイスに関してはインプットが 1,2 番だけなんですけれど、まあ、実際に他のチャンネルにアサインさせることも簡単にできます。まあ、非常に優れたソフトウェアとなってますので、ぜひ皆さん使ってみてください。はい、それでは続いてなんですけども、ベビーフェイスプロ、まあ、ここまでですね、すごくシンプルなボディになっているんですが、まあ、ちょっとですね、もうちょっと、まあ、ビディアスレには改善してほしい点として、このトータルミックス、まあ、もともとファイアーフェイス UC とかですね、ファイアーフェイスシリーズ、マルチフェイスなんかにもこのトータルミックスはついていましたけれども、さすがにこのコンパクトですごくシンプルなデザインになっているので、ぜひここもトータルミックスもですね、結構シンプルなデザインとかにしていただけると非常にありがたいなと思うわけなんですけども、まあ、このトータルミックスすごく優秀なところがありまして、で実際にこのセッティングだとかいろいろチャンネルのレイアウトなんかですごく細かく設定ができますので、まあ、自分なりの使いやすい、ボタンの配置、ここの設定ですね、こういったところがアサインすることが可能になっています。まあ、非常に、優秀なソフトウェアになっています。さあ、いかがだったでしょうか。ベイビーフェイスプロ、まず何よりもですね、音が非常に良くなっています。そして、まあ、このシンプルでコンパクトボディで、なおかつこの、デジチェックのソフトウェアとかですね、トータルミックスの、まあ、細かいアサインなどいろいろできます。まあ、こちらですね、一応クリエイターさんとか、もしくはそうですね、で実際にプレイヤーさんの方でも、まあ、パソコンにつないでレコーディングするにもいいですし、まあ、さっきも言った通りサブ機として、まあ、デジタルミキサーのマスターアウトをここに入れてサブレコーディングをしたいとか、そういったことをですね、気軽に行うことができますので、ぜひ、こちらメインのインターフェース持っている方でも、そうでない方でも、ぜひおすすめできるインターフェースとなってます。皆さんいかがでしょうか。